卒業おめでとう。諸君の地位正しく希望に満ち溢れた姿に接し、自衛隊の最高指揮官として心強く大変頼もしく思います。諸君がこの防衛大学校の門を叩いたのは、私が再び総理大臣に就任し自衛隊の最高指揮官となった直後のことでした。4年前この場所に立って諸君の先輩たちを前に、私が先頭に立って国民の生命財産、我が国の領土領海領空を守り抜く、諸君たちがここ小原台で奮闘していた4年間、私も安全保障政策の立て直しに全力を尽くしてきました。今月、北朝鮮がまたも安保理決議を踏みにじり、ミサイル発射を強行しました。この新たな段階に入って、北朝鮮の脅威に対し、トランプ大統領からは、米国は 100% 日本と共にあるとの明確な意思が表明された。助け合うことができる同盟は、その絆を強くすることができる。平和安全法制によって日米同盟の絆は間違いなくより強固なものとなった。今回の対応はその証であります。本日はホームカミングデーとして、昭和49年に防衛大学校を卒業した OB の皆さんもお集まりです。在職中、これない多くの批判にさらされてきたかもしれません。そうした批判にも歯を食いしばり、皆さんは自衛隊の中枢にあって冷戦を勝利へと導きました。これからの感謝の、そして歓迎の気持ちと敬意を、私からも皆様と共に大きな拍手を持って送りたいと思います。世界は今この時も、私たちが望むと望まざるとにかかわらず、絶えず変化しています。こうした現実から私たちは目を背けることはできません。自らの手で自らを守る、気概なき国を誰も守ってくれるはずがない。安全保障環境が厳しさを増す中で、我々は我が国自身の防衛力を強化し、自らが果たしうる役割の拡大を図っていかなければなりません。この場所から新しい歴史を作り上げるのは、まさに諸君であります。諸君の活躍を大いに期待しています。自衛隊の国際協力の歴史は四半世紀に及びます。中でも南スーダン PKO への自衛隊派遣は本年1月に5年を超え、施設部隊としては過去最長となりました。南スーダンの平和を守る国連の施設を建て、地場の人たちがスポーツに親しむグラウンドを整備したのも自衛隊の諸君であります。さらに自衛隊が造成した土地の上には、地場大学が建設され、南スーダンの未来を担う若者たちが学んでいます。延べ3854名、第1次隊から第11次隊に至るまで5年もの長きにわたり、隊員一人一人がアフリカの灼熱の大地に流した汗は、必ずや南スーダンの平和と発展の大きな礎となるはずです。見事にその任務を全うしてくれた隊員一人一人に、また彼らを送り出してくださったご家族の皆様に、最高指揮官として改めて心より感謝の意を表したいと思います。世界の平和のため、黙々と任務を果たす自衛隊を世界が称賛し、感謝し、頼りにしています。その誇りを胸に、
今後とも積極的平和主義の旗を高く掲げ、世界の平和と安定のために力を尽くしてもらいたいと思います。昨年の熊本地震、私は発災直後から政府全体に被災者の皆さんの不安な気持ちに寄り添い、できることは全てやる、そう指示してきました。被災地のそれぞれの現場では従来の発想にとらわれることなく能動的に行動してくれた自衛官たちがいました。第8連隊の諸君は、お年寄りが壊れた屋根にブルーシートをかけたいといえば手伝い、崩れた農道を見つければ土のうを積んで農家が通れるようにしてあげたと言います。要請がないことはやらない、かつてはそれが自衛隊の行動原理だと考えられてきました。しかし第13旅団の諸君は、発災直後各自治体が住民の安否確認に困難を極める中、自らの発意で一軒一軒村内の住宅を回り、状況確認を行いました。南阿蘇村の方から寄せられた手紙を紹介します。陸の孤島になった時、自衛隊の車の列が見え、ほっとしました。見捨てられていないんだと感じたからです。本当に本当にありがとうございました。国民の負託に全力で応え、国民から揺るぎない信頼を勝ち得た自衛隊を私は誇りに思います。その大きな自信を胸に、諸君もこれからそれぞれの現場において最善を尽くしてもらいたい。受け身ではなく能動的に考え行動できる自衛官となってくれることを切に希望します。最後にもう一度言います。この場所から新しい歴史を作り上げるのはまさに諸君であります。その気概を持って、いかに厳しい現場であっても鍛錬を積み重ねてもらいたい。自衛隊の中枢を担うという強い使命感と責任感のもとに、いかなる時も成長への努力を惜しまないでほしいと思います。ご家族の皆様、皆様の大切なお子様を隊員として送り出していただいたことに、自衛隊の最高指揮官としてこれから感謝申し上げます。これほど礼儀正しく頼もしく立派な若武者ぶりをどうかご覧ください。本当にありがとうございます。訴状制諸君、今後ますますの活躍、そして防衛大学校の一層の発展を記念して私の訓示といたします。さらば国です。解散。